そんなオシャレでヒゲダンディズムさんがアニメスパイファミリーのために書き下ろしてくださったのがオープニング主題歌のミックスナッツでございます。はい、はいはい、ということで、そもそも、はい、このスパイファミリーという作品は読まれていたと、はい、あ、もう大好きで読んでましたね、はい、あ、本当ですか。バンドですごいこの漫画やばいって言って、ね、そう読んでて、で多分アニメ化っていうことも知らない状況だったかな、うん、でレコーディングスタジオとかで次の曲作りながら、はいはい、そのスパイファミリーの話をするわけです、はい、で、はい、これアニメ化したらマジでやべえと思うぞみたいな話をしてて、いや絶対最高でしょみたいな、はいはい、でいやね、もしねこうオープニングとか、はい、もうほんとかける未来が来たらこんなに幸せなことないねみたいなことを、はいはい、こう言ってたのうちのレーベル長がこう聞いてまして、はい、その仕事しながら、はいはいはい、ああそうなんだねとか言ってて、はいはい、その多分なんか数週間後ぐらいに、はい、いや実はアニメ化の話になっていて、はいはいはい、こんな話がありまして、ね、もう絶対やらせてくれと立候補しましたね、うん、もう何をかき分けてでもやらせてくれとすごいすごい情熱だ。こんなねバンドやってて、はい、大好きな漫画がアニメ化するってなって、はい、そこに曲書かせてもらえるなんて、うん、こんな幸せなことあるかよと、ね、いうことで、なるほど、それでめちゃくちゃ嬉しかったですね。いや、じゃあやっぱりその曲作る時もやっぱり、はい、まあ、それだけお好きだったっていうものがある中で作るってなると、うん、はい、やっぱり大変さというか、うんうん、思いの込め方というか、はい、やっぱり原作は極力意識したりとかするんですか？いつも思うこととしては、なんか、まあ、何の主題歌でもそうなんですけど、はい、こう書き下ろしさせていただく作品があって、はい、で自分たちのこう伝えたいこととか表現したことがあって、はい、でなんかその共通部分みたいなものがなんか必ずあるなと思ってて、はい、作品読んで心震えた場所とか、はい、そういうところをからこう曲を作るっていうのを結構大事にしてるんですけど、はい、まあ、本当になんかこうなんだろう、こう原作を読み返すまでもなく頭にもかなりディティール入ってるみたいな感じで制作するので、書きながらこうロイドとかヨルさんとかアニャとかこうなんか顔が浮かぶというかぐらいの感じで書いてたなっていう感覚はありますね。なるほど、いやもう本当にそのまあオープニング映像とともにバッて出た時のあの鳥肌感というか、嬉しかったですね、あの映像ね、映像もかっこいいっすよね、その前半の可愛らしい雰囲気と、うん、サビになってバーンってかっこよくなる、うん、ね、あの切り替えとか、あんなにカット割りいただいていいんですか、うん、あんなにそれもやっぱりね、そのミックスナッツっていう曲のやっぱり凄さというか、聞いてて、もう本当に、あ、スパイファミリーの世界っていうのがグッとくる感じ。いやー嬉しいです、そう言っていただけると。めっちゃかっこいい、あの胃がもたれていくっていう表現が僕好きで、あ、いやー嬉しいです。なんかロイドはよく胃もたれてますよね、うん、そう、なんか胃もそうですし、あとなんか角度違うと、うん、まあ、胃もたれってね、食べ過ぎとか、はい、なんかそういった時とかもありますけど、結構自分の中で胃もたれする時って、はい、好きなもの食べたりとか、はい、美味しいもの食べ過ぎちゃって、はい、肩になっちゃったり、だから結構実は幸せな痛みの時もあるんですよね。あ、そうですよね、僕もまさしくそれで、ええ、そうなんですよ、まあ、例えばなんかね、こう焼肉行きましたとかで、ね、焼いすぎだねみたいな、これで翌日こうスタジオとかでみんなこうどんよりしてるんですけど、どんよりしながらもね、うん、ちょっと達成感というか満たされる感じで、ね、そこがやっぱりなんか表と裏のっていうバランスの中でこう過ごしているっていうところの幸せの表現みたいなところではすげえなと思って。いやー、めちゃくちゃ嬉しいですね。でも本当に映像もね、そこに寄り添っていただけて、すっごい嬉しかったです。なんかこう、スパイファミリーってこう、クールな部分もあれば、はいはいはい、すごくあったかい部分もあって、面白い部分もあれば、シリアスなところもあったりして、それが全部魅力的っていうのが、僕らも表現したかったっていうか、うん、メロディーポップだけど、オケはなんかみんな好き勝手やってたりとか、それこそ胃もたれしそうな、あの、編曲をみんなで。豪華ですよね、なんかね。豪勢な、うん、ドラムのジャンバズが一番大変だ、大変ですか、やっぱりカオスですよすごかったね。